ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は思い出に残っているレトロゲームって何かあるか？そうね、いろいろあるけど、やっぱり頑張れゴエモンシリーズかしら。昔はよく遊んでいた気がするわ。ゴエモンシリーズは、コナミの看板とも言える作品で、面白いゲームも多かったな。そういえば、最近ゴエモンシリーズの新作って出てない気がするわね。どうしちゃったのかしら。なんだ霊夢知らなかったのか？ゴエモンシリーズは2005年を最後に、開発の中心人物がコナミを退社してしまったから、新作の発表はほぼないと思うんだぜ。え、もうそんなに前から出てないの？しかも開発スタッフが退社しちゃったなんて、一体何があったのよ？実は、ゴエモンの人気はかなり前から低迷していたんだぜ。信じられないわ、あんなに面白くて人気だったのに、どうしてゴエモンの人気は低迷してしまったの？それじゃあ今回は、ゴエモンシリーズの人気が低迷してしまった理由や、その経緯を解説していくぜ。まずはゴエモンシリーズの概要を軽く解説するぜ。ゴエモンシリーズは、江戸時代の日本を舞台としたアクションゲームで、主人公のゴエモンや、その仲間たちを操作してステージを進んでいくゲームだ。確かモチーフになったのは、実在した義賊の石川ゴエモンだったわね。そうだな、ゴエモンシリーズの元祖は、1986年のアーケードゲーム、ミスターゴエモンで、同年の7月に、頑張れゴエモンからくり道中が、ファミコン版で発売されたぜ。もともとはアーケードゲームだったのね。ゴエモンのデザインもなんだか違うわ。そうだな、ゴエモンのデザインは、スーファミ版ぐらいから確立されてきた気がするな。この初代ゴエモンが発売されて以降、1989年から2001年までは、外伝作品を含めれば、毎年のように新作が販売されていたんだ。じゃあ12年ぐらいは、毎年のようにゴエモンシリーズは発売していたのね。ああ、中でもスーファミに移行してからの勢いは凄まじく。1991年に発売したスーファミ1作目、雪姫救出絵巻は、販売本数150万本。1993年に発売した2作目、キテレツ将軍マッギネスは200万本を超える大ヒット作だったぜ。私もゴエモンで遊んでたのは、スーファミに移行してからだったから、よく覚えてるわ。やっぱりすごい人気だったのね。そうだな、特にゴエモン2は巨大からくりロボといった、SF 要素を盛り込んだ初めての作品で、その個性的な作風が評価され、以降のゴエモンシリーズにも大きな影響を与えたんだぜ。そっか、ゴエモンインパクトが初めて出たのもこの作品からだったのね。このあたりまでは、ゴエモンシリーズも順風満帆だったんだ。しかし自作でゴエモンシリーズは、大きな転換点を迎えることになるんだぜ。続くスーファミ3作目、獅子十六兵衛のからくり卍固めは、1994年に発売され、こちらも売上本数は170万本超えと、かなりの大ヒットだったんだ。しかしこの数字とは裏腹に、今作は賛否両論の声が飛び交っていたんだぜ。そうなの？私は普通に面白いと思って遊んでいたけど、今作は仕掛けや謎解き要素が多く、純粋なアクションゲームを求めていたユーザーからは、否定的な意見が多かったんだ。ゼルダの伝説神々のトライフォースを、彷彿とさせる場面もあり、コナミ版ゼルダと揶揄する人もいたみたいだな。確かに謎解き要素や仕掛けは多かったけど、そこまでゼルダっぽいとは思わなかったわね。私は結構好きだったけどな。そうか、そういう人だったら今作は楽しめただろうな。今作で謎解き要素を盛り込んだ理由だが、前作でボリュームが少ないという声があり、長く遊べるゲームを目指した結果、今作のような形になったみたいだぜ。単純にステージを増やすのではなく、遊びの幅を広げてボリュームを増やしたのね。そういう工夫は好きだわ。また、今作から各キャラの個性が性能面でも現れ、以降の作品にも引き継がれているぜ。これも前作のボリューム不足を補う措置だったが、前作までのように、どのキャラでも全面クリアできる仕様の方がいい、という否定的な意見もあったんだ。万人に受け入れられることはないから、ある程度はそういう声も仕方ないわね。そうだな、ただ初めての試みだったから、キャラ性能のバランスが悪く、特に八重は万能すぎるほど優秀で、独壇場とも言えるぐらい活躍するんだ。八重ちゃん可愛くて強いからね、仕方ないね。また、サスケは謎解きで頻繁に出番はあるが、エビスマルやゴエモンが活躍できる場所は少なかったんだぜ。主人公なのに、出番が少ないことをネタにされる場面もあったんだ。効率よく進めるなら、特定のキャラに偏るのは仕方ないんじゃないかしら。それはそうだな。まあこの作品は、時間が限られている中での開発だったから、その中でこれだけの作品を作ったのは、すごいことだと思うぜ。そうだったの？まあ毎年のように新作を出しているんだから、確かに大変よね。そうだな、終盤の内容が尻すぼみになってしまったのも、それが原因らしいから、焦らずにゲームを作り上げていたら、もっと良作になっていたかもしれないと思うと、ちょっともったいない気もするんだぜ。そうね、もう無理だとは思うけど、リメイクされたら終盤は作り直してほしいわ。さらに翌年、スーファミ最後のゴエモン、キラキラ道中僕がダンサーになったわけ、が発売。しかし販売本数はわずか21万本と、大きく落ち込んだんだ。前作に比べると大きな落差ね。どうしてこんなに販売本数が落ちてしまったの？キラキラ道中が発売した1995年は、ビッグタイトルが目白押しだったのが理由だろうな。クロノトリガーや聖剣伝説3、ロマンシングサガ3、ドラクエ6や、風来の試練など、
そうそうたるラインナップだったんだぜ。確かにどれも名作揃いね。これだけライバルが多いと、ゴエモンはちょっと分が悪いかもしれないわね。他にも、毎年のように新作を出していたが、一作にかけられる時間が少なく、新しい要素も少ないから、マンネリ化していたのもあるかもしれないな。ゴエモンシリーズが、販売本数を落としたのはこの年だけでなく、1996年以降も年々販売本数は減少していて、とうとう10万本を下回ったんだ。たまたまビッグタイトルが重なっただけなら、翌年以降は盛り返すはずだもんね。年々販売本数が減ってるってことは、ゴエモンシリーズに魅力を感じなくなったのかな。それは当時の人にしかわからないだろうな。ただ、1996年以降は PS や Nintendo 64、ゲームボーイと様々なハードで発売したから、ユーザーは、さらに買いづらくなってしまったのかもしれないな。それはあるかもしれないわね。私もハードが変わってからは追い切れなくなって、ゴエモンで遊ばなくなってしまったわ。そうなのか、まあすごい時なんか同じ日に違うハードで新作を出していたこともあったし、前作品を追いにくくなるよな。え、同じ日に発売したこともあるの？ああ、開発は別会社だが、同じ日やかなり近い日に発売したこともあったぜ。しかもそれがかなりの問題作だったんだ。次はゴエモンシリーズの黒歴史となった問題作を紹介するぜ。ゴエモンシリーズの黒歴史と言われているのは、1998年に発売した PS ソフト、来るなら来い、怪しげ一家の黒い影、だ。やったことはないけど、タイトルだけは個性的で印象に残っているわ。一体どんなところが黒歴史だったの？まず挙げるのは、初期の PS を思わせるようなひどいグラフィックだ。PS が発売されてから4年が経ったが、まるで初期の開発段階みたいなグラフィックなんだ。いくらなんでも、ちょっとオーバーなんじゃない？そう思うだろ？実際のゲーム画面がこれだぜ。え、マップ画面に思いっきり線が入ってるんですけど、これなんかもかなりひどいぜ。え、誰？もしかして八重ちゃんなの？な、ひどいだろ？これには八重ちゃんのファンも怒り浸透なんだぜ。ひどいわ、私たちの八重ちゃんをこんな姿にするなんて。また、今作は 3D アクションになっているんだが、カメラワークが悪く、距離感がつかみにくいから、非常に遊びにくくなっているんだ。3D アクションでカメラワークが悪いのは致命的よね。まあこの作品に限った話ではないけど、他にも、道中の雑魚敵がやたらと硬くて、なかなか倒せないのも大きな問題だ。その耐久力は1分ほど殴り続けないと倒せないレベルで、非常にテンポが悪くなる。だから基本的に敵を無視して進んでいくのが、定石になるんだぜ。それじゃあ全く別のゲームみたいじゃない。そうだよな、もはやただマップを移動するだけのゲームになるわけだが、そのマップもギミックが少なく、あるのは動く床ぐらいなんだぜ。え、落とし穴とか落ちてくる針とかもないの？ああ、残念ながら何もないんだぜ。シナリオも前作に比べ極端に短く、荒が目立つ内容になっていて、それをごまかすために、敵を固くして時間を稼いだんじゃないかと思わせるぐらいだ。いくらなんでもさすがに邪推だと思うけど、擁護できないのが悲しいわ。実はこのゲームと同じ日に Nintendo 64から、デロデロ道中お化けてんこ盛りという、別のゴエモンシリーズが発売しているんだ。しかし当時のシェアは PS の方が多く、このクソゲーに手を出してしまった人も多いんだ。確かに PS と64だったら、PS の方が画質も良いから PS の方を買いそうね。また、このゲームのイベントシーンはフルボイスで、カードキャプター桜で共演していた声優さんが、本作でも共演することが話題になり、さらに被害を広げることになったんだぜ。声優さんは何も悪くないけど、制作側にはちょっと悪意を感じるわね。今まではあんな名作を作っていたのに、どうしてこんな暗黒物質が生まれてしまったの？実は来るなら来いの開発は、今までのゴエモンシリーズを手掛けていた、コナミコンピュータエンタテイメント大阪ではなく、コナミコンピュータエンタテイメント名古屋なんだ。このコナミコンピュータエンタテイメント名古屋は、過去にもゲームボーイ版のゴエモン、黒船島の謎も手掛けていたが、こちらも、ファンからクソゲーの烙印を押されているんだぜ。同じコナミでも、制作レベルが天と地の差ね。コナミコンピュータエンタテイメント名古屋はパワープロでも同様の事件を起こしていて、一部では、内部からコナミをぶち壊す刺客、とも言われるぐらいだ。さすがにそれは言い過ぎな気がするけど、やってることは確かに否定できないわね。来るなら来いの唯一評価できる点は、オープニングムービーの出来と、フルボイスのイベントシーンぐらいだな。世間では来るなら来いが、ゴエモンシリーズの人気を地に落としたと言われているが、すでに落ち目だったゴエモン人気にとどめを刺した、という表現が適切かもな。そうなのね、それじゃあこれ以降もゴエモンの販売本数は落ちていく一方なの？ああ、残念ながらな。そして2001年の大江戸大回転を最後に、毎年続いていた新作は途切れてしまったんだ。むしろ今までよく毎年出していたと思うわ。じゃあ、これでゴエモンシリーズは終わってしまったの？いや、4年後の2005年にゴエモンシリーズの集大成が発売されるぜ。ゴエモンシリーズ有終の美となるか、その最後を見届けようか。現時点でゴエモンシリーズ最終作となる、東海道中大江戸天狗り返しの巻は、前作から4年ぶりとなる新作で、Nintendo DS ソフトとして発売されたぜ。この作品は、本家の開発チームが再結集して制作されたもので、
1998年のデロデロ道中以来となる作品なんだ。じゃあその間のゴエモンシリーズは、別の開発チームが制作していたのね。ああ、本家再結集ということで、ゴエモンシリーズ完全復活を謳い文句に発売されたぜ。これは期待できそうね。ゴエモン人気復活ののろしを上げることはできたの？残念ながらそうはならず、販売本数もわずか5万本程度しか売れなかったんだ。時期的にも DS の全盛期で、その中でこの販売本数はかなり少ないな。そんな、どうしてそんなに売れなかったの？考えられるのは、ゴエモン人気はすでに地に落ちていたのかもしれないな。そんな中でもこのソフトを遊んだ人もいるだろうが、DS のゴエモンは遊びにくい点も多く、評判もあまり良くなかったんだろうな。遊びにくかったの？ああ、DS には十字ボタンしかないから、斜め方向の移動がしづらく操作性が悪かったり、DS のタッチスクリーンを活かした謎解きや、ミニゲームもあったが、それらもタッチ判定が厳しめでクリアが難しいんだ。DS ソフトにありがちな、無理に機能を使わせようとしている感が否めない内容なんだぜ。そうだったのね。まあこれでゴエモン人気が復活してたら、今頃新作の一つや二つぐらい、出ててもおかしくないもんね。そうだな。そしてこの作品を最後に、ゴエモンの開発チームの中心メンバーは、コナミを退社してしまったから、今後、ゴエモンシリーズの新作が発表される可能性は低いと思うぜ。そっか、もう新しいゴエモンは出ないのか。退社したスタッフたちはその後、グッドフィールという会社を設立し、現在は主に、任天堂系ハードのセカンドパーティとして活動しているみたいだな。可能性は限りなく低いだろうが、いつか再結集して新しいゴエモンが発売されるといいな。さて、今回はゴエモンシリーズの人気が低迷していった経緯を解説したけどどうだった？まさか、ゴエモン人気がここまで落ち込んでいたとは思わなかったわ。まあ私も途中からゴエモンで遊ばなくなってたし、仕方ないことなのかもしれないわね。まあな、ゴエモンシリーズが衰退したのは、立て続けに新作を出しすぎたことで、開発期間が少なく、内容がマンネリ化してきたこと、開発を外部に任せたために、ゴエモンシリーズの看板に傷をつけられたのが大きな理由だな。新作は無理でも、せめてスイッチオンラインなどで、過去作が遊べるといいんだけどな。あれ、もしかして今ゴエモンって実機でしか遊べないの？ああ、一部ソフトはバーチャルコンソールで配信されていたが、2023年3月でサービス終了してしまったからな。それ以前にダウンロードしてなければ、実機しかないんだぜ。それは困ったわ。ぜひともスイッチオンラインで遊べるようにしてほしいわね。そうだな、その日が来るまで待つしかないんだぜ。みんなはどうだったかな？ゴエモンシリーズの思い出や、意見があったらぜひコメントで聞かせてね。今回の動画はここまで。次の動画で会おうぜ。またねー。